若松俊夫都市は福岡県久留米市出身のプロ野球選手。宇と右内。ち。現在はベースボールチャレンジリーグの福島レッドホップスでコーチ、兼任選手としてプレーを続ける。羽田エキスパートエージェンシーとエージェント契約を結んでいる。ソフトボールでのプレー経験があるジップの影響で小学校4年時から野球を始める。筑豊西中学校時代は クルメペトリオッツに所属。3年時にジャイアンツカップへ出場した。サチナリ高等学校への進学後には、2年時の秋からエースの座を確保したが、春夏とも、阪神甲子園球場での全国大会へ出場できなかった。3年時にも、夏の選手権福岡大会2回戦で敗れた。しかし、NPB の球団で唯一、中日ドラゴンズが、 プロ野球ドラフト会議の指名に必要な調査書を送付。2012年のドラフト会議7巡目で10日から実際に指名された。この年の会議で支配下登録選手として NPB 全12球団から指名された選手では最後の指名であったが、若松本人は育成選手として指名されるだけでも良いと思っていたとのことで。 中日から支配下登録選手として指名された瞬間に涙を流したという。結局、契約金1800万円、年俸540万円という条件で中日に入団した。担当スカウトは渡辺マロ氏で背番号は61。2013年にはウエスタンリーグ公式戦20試合に登板。通算投球イニングは43回で3勝2敗。 防御率3.98という成績を残したが、一軍公式戦への登板機会はなかった。しかし、シーズン終了後の周期キャンプ中に紅白戦で高騰したことから、当時の一軍監督、谷重元信から監督賞を贈られた。2014年には公式戦開幕直後の4月3日に、京セラドーム大阪の対阪神タイガース戦で、 救援投手として一軍公式戦にデビュー。同月10日の大東京ヤクルトスワローズ戦で初めて先発するなど、一軍公式戦全体では2度の先発を含む7試合に登板した。シーズン終了後に参加したフェニックスリーグでは10月25日の対読売ジャイアンツ戦に先発すると、ヒ被ン打5、脱三振10という内容で完封勝利をマーク。 リーグ戦全体でも通算5試合の登板で、投球イニング25回をすべて自席点0でしのいだ。リーグ終了後の周期キャンプでは強化指定選手に選ばれた。2015年には4月18日の対、広島東洋カープ戦に先発投手として登板。一軍公式戦でのシーズン初登板で、白星はつかなかったが、6回を自席点1でしのいだ。 あとに9円での登板や2軍調整を経験したが、6月2日の対埼玉西武ライオンズ戦でシーズン5試合目の先発登板を果たすと、6回無失点という内容で1軍公式戦での初勝利を挙げた。8月には自身初の完封勝利を含む4勝を挙げたことからセリーグの月間 MVP に選出。シーズン23では、 同リーグの規定投球回にわずか3イニング足りなかったものの一軍公式戦でチームでは王の雄大に続く10勝を挙げたほぼ1年間一軍の先発ローテーションを守りながら防御率2.12という好成績を残しシーズン終了後の契約交渉では推定年俸3600万円で契約を公開前年の年俸が 推定550万円だったことから、昇給率はおよそ555%で、中日の投手としては、歴代最大とされた。2016年には、一軍公式戦の開幕から、先発ローテーションに入ったが、8月上旬から9月、中旬まで二軍で調整。9月末に、中継要員として一軍に復帰すると、チームトップに並ぶ7勝を記録した。 防御率は4.06で8敗を期している。2017年にも一軍公式戦の開幕から先発陣の一角を任されたが、シーズン初登板から4試合で3敗を期し,し、4月下旬に出場選手登録を抹消。抹消中には一時、実戦を離れて春季キャンプ張りの走り込みに専念していた。8月上旬に一軍へ復帰すると3試合の 先発当板で2連勝を記録したが、シーズン通算では7試合の当板で1勝4敗という成績にとどまった。2018年には右肩を痛めた影響で1軍公式戦での当板がなく、ウエスタンリーグ公式戦でも5試合の当板で1勝1敗、防御率6.04と振るわなかった。シーズン最終盤の10月1日に球団から戦力外通告を受けた。 NPB 他球団での現役続行を希望し、11月13日には12球団合同トライアウトへ参加、シートバッティング形式で対戦した3人の打者をすべて凡退させた。12月2日付で NPB から自由契約選手として講じ、2018年12月6日にベースボールチャレンジリーグの栃木ゴールデンブレーブスへ入団することが発表された。 2019年は先発で13勝を挙げ、チームの初優勝に大きく貢献。リーグの後期並びにシーズン MVP に選出された。シーズン終了後の11月12日に2年連続で12球団合同トライアウトへ参加。シートバッティング形式で打者3人と対戦し、1四球無安打の投球で、直球は最速時速134キロメートルを記録した。 12月25日、栃木球団は、若松と2020年の契約に合意したと発表した。2020年は、右肩痛に悩まされ、10試合の登板、参照に止まり、一時期練習生契約になった。10月28日に球団が自由契約を発表、栃木を退団した。環境を変えたいという理由で、栃木退団後は、 台湾リーグ挑戦を視野に代理人を通じて、水面下で動いていたが、話がまとまらず、断念、2021年1月8日、BC リーグに所属する福島レッドホップスに、高知県人で入団することが発表された。オーバースローから、最速時速 143km のストレートを軸に、中日へ入団してから取得した、チェンジアップ、緩いカーブスライダーフォークを操る。 2013年に高校から直接 NPB の球団へ入った投手のうち若松が中日を退団する2018年までに NPB の一軍公式戦でシーズン2桁勝利を記録したのは若松、大谷翔平、藤浪慎太郎の3人だけである。本人曰く実家は田んぼに囲まれていましたとのことで最寄りのコンビニエンスストアまでは約 2km あるという。 自宅から高校まで1 0トルの距離を毎日、自転車で通学したため自然と下半身が鍛えられたと語っている。高校時代には土木科に所属。小型車両系建設機械の資格を所得しているため、3トンまでの重機を操ることができる。左方にあざがあるが、本人曰くバレンティンさんと同じと気に入っている。 中日へ入団した時の担当スカウトだった渡辺を高校球界で無名だった頃から自分を見てくれていた恩人と慕っている。若松と同じ九州の出身で現役時代に若松と同じ右投手だった渡辺は高校時代から若松に興味を示していた数少ない NPB 関係者の一人だった。しかし入団2年目で迎えた春季キャンプの初日に急性白血病のため 渡辺は57歳で英民した。若松が翌2015年に一軍公式戦で初勝利を挙げた際には試合後のヒーローインタビューで目を潤ませながら渡辺への感謝の気持ちを述べた。ちなみにこの試合のウィーニングボールは渡辺の家の前に飾られたという。中日から2018年に戦力外通告を受けた直後には中日時代の思い出として 2015年に1、軍公式戦で2桁勝利を挙げたことよりも、谷重、朝倉健太、山本正の引退試合に登板して良い投球ができたことを挙げていた。戦力外通告の直後から栃木への入団が決まるまでは、バースデーのスタッフが若松とジップに密着取材。同局では2019年1月19日に、その模様が放送された。 2019年6月16日に一歳年下の一般女性と入籍したことを発表した。ありがとうございます。